アルジェリアのアルジェで生産されたカーペット1899年頃オリエンタルラグはアジアで生産される手作りのパイル織物の総称である。厳密にはオリエンタルラグはその名前の通り東洋から西洋に持ち込まれた敷物である。この用語を辞儀通りに解釈すると東は中国やベトナムから西はトルコ、マグリブ諸国、キプロス、イランまで北は コーカサスから南はインドまでアジアの数多くの国で作られた敷物ということになる。異なる文化や国、宗教や民族を有する人々がオリエンタルラグの生産を行ってきた。オリエンタルラグと呼ばれるものの中には、ペルシア絨毯、アラビア絨毯、トルコ絨毯、クルドラグ、コーカサス絨毯、中央アジアのラグ、トルクメニスタン絨毯、中国のタンツ、チベット絨毯、 インド絨毯がある。西洋では1880年代に工芸品としてのオリエンタルラグの収集が始まった。収集されたオリエンタルラグの展覧会も2つ行われている。一つは1891年にオーストリア・ハンガリー帝国で行われた展覧会である。しかし、これらの中には個人的な収集品も含まれていた。 より影響力のあった二つ目は1892年にロンドンにおいて行われた展覧会で、この展覧会では2500ポンドでオリエンタルラグが競りに出されていた。ありがとうございます。